ある小学校で行われた卒業式を撮影したビデオである。映像はスーツに身を包んだ大人びた小学生の姿を捉えている。それと同時に仲間と過ごした6年間のさまざまな思い出が蘇ってきます。6年前お父さんやお母さんと初めて学校に来た時はすごく緊張しました。小さな僕から見ると上級生の体が大きく見えました。でもみんな優しそうなので少しほっとしました。体育館や教室がすごく広くて早くここで勉強や運動をやりたいと思いました。2年生になると勉強が少し難しくなりました。服を声に出し何回も練習しました。3、4年生の頃は友達と遊ぶのがとても楽しくて外で大勢の友達といろいろなことをして遊びました。楽しかった思い出とともに仲の良かった友達と お気づきになっただろうか。卒業生が代わり番子に小学校での思い出を述べてゆく。そしてカメラは画面右から左へとゆっくり移動している。その時画面奥のステージに置かれた壇上には何とも不気味な手がうごめいているのである。さらに再びカメラが壇上を映した時には手はすでに消えてしまっているのである。投稿者によればこの映像を撮影した時当然のことながらステージには誰もいなかったと述べている。2年生になると勉強が少し難しくなりました。服を声に出し何回も練習しました。 3,4 年生の頃は友達と遊ぶのがとても楽しくて外で大勢の友達といろいろなことをして遊びました。これは学校を住処とする霊の手であると思われる。投稿者が後日学校の先生に問い合わせたところ、以前にも霊体の一部がビデオに映り込んだことがあったということである。霊は自爆霊であり、何らかの原因によってこの土地で亡くなった方のものであろう。手の動きを見る限りではもがき苦しんでいるようにも見える。とある会社の忘年会の様子を収めた映像。さまざまな出し物がなされ、会場の楽しげな雰囲気が映し出されているこの映像にとんでもないものが映り込んでいる。
当者によると、この忘年会の後に職場の仲間とこの映像を確認したところ、何かが、それもそこにいるはずのない見覚えのある女性の顔が映り込んでいるというのだ。まずはご覧いただきたい。ところで、このアイマスクはあなたのものですか？それがどうした？そうですか、ありがとうございます。まず状況から考えると、あなたは座席前に搭乗中にこれをセットしています。ということはもう今日休むつもりでこれをセットしていたんです。ですから終始うとうとしていました。そこにサービスする声が聞こえ始めたので、もうすぐ自分の番だと思い、起きなくてはと思ったんです。しかし気持ちは起きていたんですが、体は完全に起ききれませんでした。そうですよね。お分かりいただけただろうか。画面左上、髪の長い女性の顔がゆっくりと降りてくる。さらにその後、カメラのフラッシュがたかれた瞬間、同じ女性の顔が一瞬アップで映し出される。そして投稿者によると、この女性の霊の顔が忘年会の直前に社内のトラブルが原因で自殺した同僚にそっくりだというのだ。まさか自殺した女性が復讐の念を抱き忘年会に現れたとでも言うのだろうか。そこにサービスする声が聞こえ始めたので、もうすぐ自分の番だと思い、起きなくてはと思ったんです。Thank you.